皆さんこんばんは、パーソンの外食日記です。今日はバーミヤンしゃぶしゃぶの食べ放題があるんで、今日はプレミアム食べ放題の方を食べて動画の方上げていきたいと思います。では入ってきます。入店の際には体温チェックと手指を消毒しましょう。プレミアム食べ放題だとエビチリとデザートを除いて全て食べ放題です。いただきます。まず最初はエビチリソースから。この大きなプリッとしたエビ、とても食べ応えのあるエビのサイズ感と、揚げ麺がとてもグッドで食感が素晴らしい。野菜もどんどん入れちゃいましょう。わかりづらいけどこれは豆腐です。どうです、美味しそうな鍋になってきたでしょう。水餃子もすき焼き鍋と鶏白湯スープにどんどん入れていきます。やっぱり鶏白湯スープには鶏肉が主役になるのでいっぱい入れていきます。鶏肉は筋肉を育てるタンパク質なので自分はいっぱい入れて食べちゃいます。個人的に自分は豚肉が大好きなのでまとめてドバッと入れちゃいます。春雨を豪快に鍋にダイブさせたら完成です。唐揚げがボリューミーでテンション上がるわ。食べ放題に行くと必ず唐揚げを食べちゃうくらい自分は唐揚げが大好きです。このシビ辛赤餃子は名前の通りしびれる辛さが魅力の赤餃子なので、一度食べるとハマるうまさだね。
マジうまいし、マジ赤餃子にハマりそう。白飯が欲しくなるね。この半チャーハンはパラッとしていて、さすが中華レストランバーミヤンって感じです。こちらの焼き餃子はあっさりさっぱりと酢コショウでいただきます。酢コショウの海にどっぷりと焼き餃子を浸からせて食べる準備は万端です。ではパクッといっちゃいましょう。なかなかジューシーな本格的な中華屋さんの焼き餃子の味が口の中に広がり、とてもうまいです。おっと、ここで忘れてはいけないすき焼き鍋のお肉をいただきます。溶き卵にお肉をしっかりくぐらせて豪快にいただきます。うまい。すき焼き鍋にも水餃子を入れました。すき焼き鍋でも水餃子合うな。この絵はまさに飯テロだよね。パクッといっちゃいます。見てよ、この中華おこわのこの照り、食欲がそそられちゃうね。中華おこわもち米だから腹持ちがいいね。醤油の味でとても美味しいおこわでした。マジでうまし。豆腐のバンバンジーサラダは豆腐がいいアクセントになってるよ。とてもジューシーなシューマイで白飯が欲しくなる、そんな感じ。お肉をたくさん食べてるから野菜をいっぱい食べないとね。そろそろ締めのラーメンをいただきます。鶏白湯スープのラーメンは塩味でとても優しい味で美味しくいただきました。
漢字で書くと愛卵。とても可愛らしいネーミングだよね。大行地は台湾の夏の風物詩で、デトックスやアンチエイジング、むくみ対策に効果的みたいです。女性が好きそうなデザートでおすすめです。ごちそうさまでした。本日も動画のご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると今後の励みになります。コメントもよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。